さあ、有吉弘行サンデーナイトドリーマー、私が有吉弘行でございます。ちょっと、はい、最初に言っときたいんだけど、はい、ちょっと家でさ、はい、ちょっと調子に乗って辛いもの食べまくったの、はい、家で、ちょっと家で、はい、ちょっと調子に乗っちゃって、ちょっと調子が分からない、ね、寒くて関東東京雪降ってすごかったですね。ありますよ、辛いの、ね、寒くてさ、はい、ちょっと体温めたいなと思ってさ原始的な、すっげえ辛いやつ食べたの、はい、ちょっとやっぱお腹来てんでね、ちょっと軽くダメージマジっすか。ちょっと多分2時間いや、ま、トイレ行かずに折れるとは思わないんだよね。ちょっとその時はちょっと頼むなと。二人ですか。いや、最初にリスナーの人にも言っとかないとさ、ちょっとやっぱり急にいなくなった、悪い失礼だなと思って。いやいや、出て困りますって、それは僕らが。やめてくださいよそれは。ラジオキング頼むさか。国王って呼ばれてますから、ね、国王って言われてんだろ静岡では。静岡では一応国王と言われてますけど、ラジオ半蔵門じゃ発揮できないですよこれ。国王プリを。いや、だから俺が邪魔でできないだけだから、俺がいなきゃさ国王。ああ、そうだ、ね、いやいやいや、確かにそれは聞いてきて、俺もできるだけ頑張る頑張ってくださいマジで本当に。それでしょ、万が一の時はちょっと、ええー、そうですね、国王、やばいなそれ、国王と、普通の、普通の、普通の子で。ハイカとかでいいですよ、別に。だってわざわざ。普通のハイカではないよな。そうですね、違いますからね、国王と、普通の子。普通の子、普通にいていいの国王と普通の子。ラノベみたいな。で、まあ問題が一つありましてね、はい、ちょっと先週散々、ちょっと、まあ V シネマのね、はい、そうですね。まあ人気映画、ヤクザ映画ですよね、はいはい。日本統一のお話ずっとしたりとか、はい、ちょっと調子こいて俺らが日本統一の真似したりとかしてたんだけど、はいはいはい、そしたらちょっと案の定ね、俺配信で見てるって言ったんだよ。言ってました、ね。間違いなく言ってました。絶対言ってた。アマゾンプライムで、はい、あの配信でもうずっとこのあんまり外出しちゃいけない世の中で、あのずっと日本統一見てるんですっていうふうに言うお話したんですけど、今日ちょっと来てみたら DVD 日本統一の DVD 全38話ぐらいボックス DVD 38枚届いてるのよ。大きい量もありますね。これは完全にあれだもんな、反社会的勢力との付き合いが、反社会的勢力との交際があるというふうに思われてもしょうがない。日本統一が38巻送られてきたらさ、そうです、これはもう反社会的勢力と。まずい、これはまずいですね。やばいですね。ちょっと困ってんだけど。来てましたね。段ボールいっぱいでしたからね、はい。ちょっとまあ、だから俺は配信で見てるから。はいはい。そうですよね。もうだから、もう今20ぐらいまでいってる。あ、結構来てます、ね、結構いきました、ね、だから俺はもう十分堪能させてもらってるから。あ、でも僕も配信で見させていただいて、配信で見てる、はい、今1話から。じゃあ酒井だないやいやいや、酒井じゃあ、ね、ありがたいやつ持って帰らせてもらえよお前、日本統一。いや、それだけ好きだとほらジャケット欲しくなったりほらどうですか、スタリー。いや、俺そういう派じゃないのよね、全然。なんか物をが欲しいって言ったら。内容だってさっきほら、日本統一の T シャツも着てるっすよ。いやいや、これ、大ファンで送ってもらったやつですけど、腕に共和会のマーク入ってさ、日本統一の T。AD さん、前後に日本統一って入ってる。日本統一の中では日本最大の暴力団組織共和会。反社じゃないですか、もう。反社、関係勢力だから、共和会の T シャツなんて。本物の人。俺も、もうそう、しょうがない。もうそういう人なんだから持って帰っていいから。いや、そういう人じゃないですけど、俺持って帰すか、あれ。いや、お前、そんな、欲しくないみたいな言い方したら、マジで、日本統一の人にめちゃめちゃ怒られる。いや、ありがたいなっていうことなんですけれども。俺、明日、明後日ぐらい、小沢さんに会うからね。あ、仕事で。本当っすか。うん、だから、ちょっと、お礼はちゃんと言っとくから。はい。そうっすか。うん、はい。わかんないですけど、なんであれ37だけない?38 巻まであるのに、37ないんだよ。なんでどうしてだよ。自分で買ってください。どうしてだよ。Release so much stress. Now a variety program. Oh,
こんばんは、オータブルの真珠、広島軍団怪談時軍人ロックスター有吉弘行です。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、サンデーナイトドリーマー、先月アシスタントこちら、はい、アルカンドピース酒井健太とグリーンピース落合です。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。いやちょっとあれ大変ね、いろいろとやっぱりコロナの影響すごくて、あのコミケ中止だってね、かわいそうにな。ちょっと松崎のこと心配になるね。あれを あれだけを楽しみに生きてきてるからさ。そうですね、確かに年2回ね、はい、ちょっと夏も大変だってゴールデンウィークの方にしたらそんな風になったな。ちょっとなかなか大変だね、かわいそうなという感じですか。まあ、大変ね、みんなね、あんまり外出しないようにねしてる、飯食いに行ったりとか、はい、まあまあ皆さんもまあちょっと退屈でしょうけど、まあちょっと2時間ラジオお付き合い願えればなと思います。有吉弘行サンデーナイトドリーマー、今夜は最後までお付き合いください。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、有吉弘行サンデーナイトドリーマーです。はい、今夜のアシスタントアルコンドピース酒井健太とグリーンピース落合です。生放送メッセージください。ここ最近まあ外出控えてる方多いと思います。まあ特にテーマは設けず、ちょっと久々にフリーでお待ちしております、うん、まあ番組の感想とかね、今ネット配信でこんな番組見てますとか、エンタメ情報、漫画こんな好きです、音楽こんな聞いてます、うん、何でもいいです。愚痴文句でも何でも大丈夫です。気軽にメッセージ送ってください。はい、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。ネットで有吉 JFN と検索すれば大体一番上に出てきます。まあ酒井が持って帰らないって言うんだったら、まあリスナーの人にプレゼントしてってもいいけど、ね、だけどやっぱ一巻から全部見てほしいからね。全38を、まあ、全38巻のうちの37話分まあ37だけないんですけど、ね、怒られるぞマジで。そんなこと、お前チクリチクリとお前ちょっと気になっちゃうじゃないですか、やっぱりなんか。いや知らないよ、そんな。いやいやだって怖いですね。38本あんのに37巻だけなんでないんだよっつったら、お前来週お前37巻が10本ぐらい送ってくるよ。いい加減しないと、お前怖すぎるだろ。言うなそういうこと。黙ってありがとう、黙って言っとけばいいんだよ。ああ義理を作るとちょっと怖いです。そういうものか、そういう世界なのか。ダメなんだ、一回弱み見せたら終わりなんだから本物の人んだよ一回お世話になったらもう終わりだから。そうですね、そっか、やばいな、絶対ダメですよ。だからちょっとまあプレゼントしてもいいけど、はい、まあちょっと酒井が一回ね持って帰ってもらって、じゃあ一回見てもらって、はい、絶対好きだから。あ、本当っすか、うん、これ合います、うん、絶対ちょっと持って帰ってみてください、はい。あとはどうですか、仕事、また毎週聞いてるけど仕事系はどうですか、うん、変わらずバイトなんかどう、落合は。あ、でもついにそのもうもしかしたらお願いすることがなくなっちゃうかもしれないみたいなことを言われました。ああ、くてちょっとそういうこともあるから、他にバイトができるならそっちも考えといてくれみたいな。いそうだな、本当リアルになってきましたね。いや本当だよ、なると思いませんでした。ちょっと驚いてるなぁ、はい、なんか首都封鎖なんてな、いや、ね、そんな漫画みたいな話があるのかなと思ったけど、そういう話もあるんじゃないかとかいうなところまで来てるけど、結構まあでも噂飛び交うんだよね。いつからじゃああれじゃないかとか、あれじゃないかとか、あれが足りないんじゃないか、これが足りないんじゃないかって、あんまりまあその誤報に騙されないようにしてほしいですけどね。僕らはきっと待ってる、君とまた会える日々を、桜並木の道の上で手を振り叫ぶよ。どんなに悲しい時も君を待っているかな。これ風呂で練習してたのよ暇だからちょっと聞きますしね、反響するし風呂場だと。確かに。酒井どう、ちょっと
僕らはきっと待ってる。時時も日々を桜舞い散る道の上で手を振り叫ぶよ。そのタイプな。僕このタイプ。ちょっと素朴な感じだな。テクニックあんまり使わないんだな。あ、そうそう、はい。落ちゃえば。いや。僕らはきっと待ってる。君とまた会える日々を。僕らはきっと待ってる。君とまた会える日々を。なんで3曲聞かれてるの太郎。いや、春だからさ、そうっすね、春なのにはお花見もできないじゃない。そうっすね、確かに。今日なんて雪も降っちゃって、それはコロナの影響でお花見も出ちゃいけない、外出ちゃいけないって言われてさ、少しでもさ、ちょっと桜気分味わってあげようかなと思って、風呂で練習してたのよ。このために、わざわざ。酒井のも多かった。お茶井のなかなかやっぱいいな。あ、お茶うまいな。お茶うまかった。あ、嬉しい。めちゃめちゃ良かった。あ、落ちたろ。落ちたろ。あんま演技良くなさそう。森山落ちたろ。いや、いい名前かな。落ちたろ。もう一回ちょうだい。いきます。うん、僕らは、きっと待ってる。あ、ちょっと走りすぎだ。きっとって言っちゃったらもう、かんそーれだよ。懐かしいな。懐かしい。かんそーれになっちゃったから。なっちゃってました。うん、気分乗っちゃってすいません。さあ、もう一回ちょうだい。ちょっと。僕らは、きっと待ってる。君と、ちょっと待って、はい、薄めで見ないでよ。薄めにしてさ、俺の反応見るのはやっぱりなしよ、ずるいだ。読書怖いっすね、と。読書ってやっぱ怖いよな。怖いっすね。でも俺山直太郎のやっぱ、うまいもんな、あの人は。うまいっすね。なんてうまいんだと思うよな。感情入ってるもんな、やっぱ。レディースアーツネイチャーどう？いや、レディースアーツネイチャー上手ですよ。女性の感じ出てます。レディースアーツネイチャーの、ほら、森山良子さんと清水美智子さんがやってる今の CM の、清水美智子さんが歌うやつ。ちょうだい。おっちゃん、ちょうだい。レディーサートネイチャー。うまい、うまいな。うまい。おぉ、キープだな。うまい。いけるって。レディースアートネイチャーそれレディースじゃないよ。あ、それ、これレディース、うん、レディースアートネイチャーめっちゃうまいな。やり込んできてますね。プロで。だいぶ太すぎだな。プロで練習すんの。歌い込んでるな、やっぱ。レディースアートネイチャー。かなり練習の跡が見えました。あ、そう。はい、よかったです。まぁ、あ、ちょっとでも少しでも桜の木。ラジオネーム東北自動車道 FM へ。あ、森山直太朗さん、桜の季節に生歌聞かせてくれてありがとうございます。今年は花見に行けませんでしたが、生歌のおかげで桜を楽しむことができた気分になりました。ほら、ちょうどバッチリ。ちょっとトイレ貸してもらって。嘘でしょ、嘘でしょ。え、嫌ですか。ちょっと待ってよ。頼むぞって。おい、どうすんのこれ。本当にいないんですけど。マジで行っちゃったじゃん。やばいっすよ。おっかな。歌い終わりで歌い終わりでだよ。話の流れとかも何にもなかったっすけど。やばいな。どうすんの。いや、でもそれここ、うん、お願いしますか。どう春。え、春の春どう。うん、あ、でも花見をその、うん、自粛するなの前にはしました、うん、あ、僕ちょっと前にね、ちょっと前に、うん、でもいっぱいいましたけどね、その時は。ああ、そうね、はい。確かにその通りだよな。千鳥ヶ淵なんか、ああ、一昨年ぐらい行きましたよね。行ったけど、今年は人少なかったもん。なんか今ちょっとツイッターの写真とかで千鳥ヶ淵の桜と雪の写真とかいう、うん、こうなんか、そうね。アンバランスな写真とかが。アンバランスの写真なんかもあるよね、本当に。
すごいよね、でもね。今全員聞かなくなったじゃないですか。この二人の桜の会話で。いや、これもう帰ってこないつもりだよ、絶対。ちょっと、え？さん、ありました？今までこんなこと。一回あった、一回トイレ。あったんすか？みんなで集まった時っすよね。年末かなんかの。いや、僕初体験なんで、本当になくなるのは。でも、その時はみんないたからなんとかなったけど、西尾さんとかいっぱいいたから。これ二人の、え、どうしよう。なんか桜の歌で好きな歌とかあります？ああ、あれ、あいこ。あいこ、右手をつないで、ね、優しくつないでまっすぐ前を見、どんな困難だって大したことないって言えるように。いい、すごい、いい、すごい素敵な歌ですね。春、お前、春歌。結面詞とかですかね。うわ、いいよね。いいですか。桜舞い散る中に忘れた記憶と君の声が戻ってくる。吹き悩まない春の風、あの頃のままで。ヒュルリラ、ヒュルリラ。鈴木恵美の PV。いや、あの時の鈴木恵美、マジで可愛い。めちゃくちゃ可愛いっすね。世界一だったよな、あの時の本当に。世界一、あぶねえ。戻ってきた。帰ってきた。戻ってきた。よかった。鈴木その子。鈴木恵美ちゃんの話です。鈴木恵美ちゃん。鈴木恵美ちゃん。ケツメイシさんのあの桜の歌で。ああ、やめていこうか。はい。あの役にね、可愛かったっていう話で今、なんとか。桜舞い散る中に溢れた記憶と、花の香り漂ってる。吹き抜けた風を、さなまなはぐれ、そう。ヒルリラヒルリラヒルリラ、英語の発音みたいにヒルリラは。なんでよ、普通のヒルリラですか。いやー、危な、危なかった今。はい、大丈夫ですか。すっきりした。一回ちょっと、あ、よかった。大丈夫ですか。お尻焼けそうになりません？お尻は今焼けてます。そうですよね、辛いもん食った後だと思う。70度ぐらいじゃないかな、お尻。控えていただきたいな。ちょっとこんなになると思います。ちょっとやっぱ過信しちゃうんだよな。辛いもん強いんですよ結構、はいはい、口は大丈夫なもんだから、ちょっとお腹が年取ってきてだいぶ弱ってきてるっていう意識がなくて、ついつい口が大丈夫だからっつって下の口のこと考えて、下の口って言い方、下の口って言わないですよ。そういうことなんですけどね。スポーツも大変だね。野球も延長になったし、B リーグなんかもう残り試合全部やめるって言ってたしね。うん、お笑いもなんか結構大変なんだろう。ライブやってる人たちがなんか大変だっつってたじゃん。なんかなんていうの、あの K プロっていうの、はい、なんか結構幅広くやってくれてる K プロさんっていうのもちょっとなんか大変だっつってたな、はいはい、お笑いライブ、そうですね、配信だけでやってる。だからといって生活大変だからやんなさいよってわけにもいかないんだろうしな、うん、それはなかなか大変だな、うん、どうしましょうね、本当に、ね、配信でまあ投げ銭みたいな形でやってるっていう話らしいですけどね。まあ、それでもなかなかじゃあ追いつかないんだよな、そうですね、会場代もあるだろうしな、うん、なかなか大変だよな、うん、そうか。でもどっちでもバイトなくなるって切実な問題なくて、いやちょっとリアルに来ましたね、はい、どうしましょうね。何してるんですか、うん、なんかどうしてんの家いるときは。いやもうさか、お前家いないんじゃないだろうな。いやもう絶対自宅にはいます。クラブとか行ってんじゃないの。もうクラブにそもそも行かないですから僕。コカレロのみに、コカレロのみにクラブ行かないです僕。本当、はい、家にいますからちゃんと。何してるの。いやもうずっと携帯いじったりなんかゲームしたりとかしてますけど。ぼっちゃんどうしてんの。僕はそのなんか映像でなんか面白そうなやつは見てますけど、なんかアマゾンプライムとかで。日本統一だろ。日本統一何話まで読んだ。1話。いや、それやばい。いや、やばいっすよ。日本統一なんて1回見始めたら止まんないんだから。なんで1位で止まってんだよ。すいません、なんか止まっちゃいましたね。一回休憩しようかなと思って。いや、完全にお前怒られるからな。何ですか。Stay Night Dreamer Live on air。Watching me.
さあということでいろいろとメールいただいておりますけどもね。ラジオネーム大みじ快速 FM 滋賀。静岡の国王である酒井さんはこの勢いで日本統一して日本の国王になるつもりなんですか。酒井さんが国王になったら薬は合法だろうな。ここに しないですよそんなの。やってないですから。本当に国王になったらさ、はい、どうする。えマジ国王ですか。マジ国王。うわなんかどういう国にする。あどうしよう。遊園地がいっぱい作りたいですね。各かわいい都道府県。ビッグマムじゃないんだよ。ポットランドに。お菓子いっぱいの国に。お菓子の国にするじゃないですか。お前ビッグマムだ。お前ビッグマムだ。結局食べちゃうんですよ。ダサいよ。遊園地いっぱい。そうですね、昔、恵比寿さん、恵比寿吉川さんとさ、そんな話してたことがあってさ。すげえな。そしたら、恵比寿さんだったらさ、どうすんのって言ったらさ、もうギャンブル全部何でも OK っつって。ギャンブルの国にしたいっつって。カジノを作って。破綻するぞ。どうすんだろうな、でもな。うん俺だったらでも本当にみんなが住みやすい国にしたいね。すごい大人すごいなそれ言っていいのかよっていうありなんですねそれ。本当の自由ってなんだろうっていうことをこう見つけていく国にしたいな。最初は少し揉めるだろうけどね。めっちゃいい国だろうな。ラジオネームニトロFM 栃木。有吉さん、ペヤングの極激辛は食べましたか。僕は30分ぐらいかけてなんとか完食しましたが、あれはやばいです。あんなはやばくないよ。え何回も言うけど、市販で売ってる激辛とか極辛みたいなコンビニとかで売ってるものは、はい、まあかまあ俺なんかにしたらもう何でもないんだよ。あんなので食べれませんとか辛いとか、ああいうの食べてマジで有吉ゼミの激辛挑戦してみようかなとか言う人いるんだけど、そんなレベルじゃないからね。市販で普通にコンビニとかほら、はい、一般的な人がちゃんと買い求めるようなものの中にあるものは全然僕は何でもないです。何食ったんですか。もう、もうハゲタカのもう唐辛子煮込みみたいなやつ食ってました。ハゲタカの唐辛子煮込み。ハゲタカにする必要がよくわかる。ハゲタカが悪いんじゃないかって。辛さよりハゲタカで当たってんじゃないかって話ありますけどね。ラジオネーム、ラジオネーム、沖くるみ FM 長野。先週の有吉さんのお話聞いて、レンタルショップに日本統一をレンタルしに行ったんですが、最新38巻の表紙はほぼゴジラのポスターで笑いました。ええなんだ見てない。で、4本中3本がレンタル中、日本統一の人気来てますね。うわゴジラの人気もう見てたらさ、またちょっとこれ言うとまた怒られるかな、野沢さんとか怒られるかもしれないけどさ、結構重要な組の組長役、もうだから結構偉い組長の役の人がさ、はいはい、素人なんじゃないかな。そうなんですか。友達ばっかり。小沢さんとかさと渡り合うぐらいの格の組長さんが、おい、舐めてんのかなあ、俺は言うたはずやでみたいな人が出てきてさ、あれだいぶ役者さん足りなくなってきてる。友達ビデオ会社の社長じゃないかな。無理やり出して。曲いきましょうか。じゃあ、森山直太朗で桜読書。有吉サンデーナイトドリームは東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお送りしてますけど、あの違う、やっぱパワーあるね、うん、全然違いますね。本物全然違いますね、やっぱ俺やっぱ森山直太朗の桜がテレビとかラジオとかさ、はい、で流れててさ、はい、俺あの途中であのチャンネル変えたことないね。ああ最後まで聞いちゃう、聞いちゃう、確かに。うん、ぼー
ちょっと高すぎて、ちょっと力入りすぎて歌えなくなっちゃう高さで入っちゃってますね、うん、力みすぎて、ぶつけない置きに行っちゃダメなんだね。あ、そうですね、最後すごい、最初すごいですね、うん、ボーッ全然音取れない入り口すごいですね、やっぱね、うん、ボちょっとつかみきる、最初が一番良かったちょっとさっきはちょっと当ててみたいボーくぐるボンってなっちゃってる。あ、ちょっと、落ちちゃう。ボーくらは当たってるわ。近いわ、お前。近いわ。近いわ。落ちた。落ちた。ラジオネームパンクロッカー。アリスさん、毎年恒例のあれ、今年もお願いします。しこり坂の方ですね。時期的にはさ、君でずっとしこりたい君でずっとしこりたいうーや君は今も僕の中で揺れる微笑み揺れるしこり坂どんな坂だよ悲しみに似た薄めに色君じゃなきゃダメなのにテレビバージョンにカットしたけどしこるにしこれる君でずっとしこりたい。かっこつけてるみたいな。ちょっとやばい方。なんでだよ。いや、すいません。かっこつけてるからよ。ずっとかっこつけながら歌ってるから。何おかしくておかしくて。何がよ。いや、歌い方がその、しこり坂ってかっこつけてる。テレビサイズにもなってた。ディレクターズかっこつけてるってなんだよ。別にちゃんと歌ってるだけだよ。そうですか。ごめんなさい。ちょっと気になっちゃって。はい、すごいなぁ。ちゃんとカットしてね。ね、ちょっとカットして。サビ前。M ステバージョンになって。うるせえんだよ。ニュースいけや。はい。続いてはこの1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます。ではニュースに行きましょう。まずはこのニュースから。リニア新幹線、新しい試験車を公開。まだできないの。JR 東海がリニア中央新幹線の新しい試験車を報道陣に公開しました。これまでの試験車に比べて空気抵抗を 13% 減らしたほか、営業運転で使う車両のベースとなる機能をすべて搭載。磁力で車体を浮かせて進むリニアは、1962年に旧国鉄が研究を始め、目標とする2027年の開業に向け、試験は最終段階に入っています。なんかもうずーっとやってて、2027年開業、やっとだけど、まだあと7年あるんだよな。うん、そうですね。そうこうしているうちに結構望みも早いっていう。確かに。そうですね。確かに。そうなると結構どうなのかな、微妙になってます、ね。大変だね。でもまあいつか、まず成功するだろうけど。うん。どうや何キロぐらいになるんだろうね。500キロぐらいって言ってたかな。500キロぐらい気しますね。新幹線まあ300キロ。そうですね。200キロ違ったらすごいか。はい。と早いと思います。東京、大阪、どれぐらいって言ってた？ 1時間。1時間とかって言ったんでしょ、はい、相当早いね。いや、相当すごいです。こうなってくると飛行機使う人いなくなるよな。マジでな、うん。確かに。なかなかすごいですよ、ね。うん、いや、ちょっとびっくりするな、うん、ちょっとすいません。なんかちょっと中途半端になっちゃって。いや、何にも何にも。リニアの、誰もリニアの情報あんまり知らない。リニア、そうっすね、リニア。電車詳しくなくて。はい。そうだな。そうですね。はい。500キロぐらいの情報しかちょっと。高輪ゲートウェイ。高輪ゲートウェイ。ああ、できまして。はい。すごいですよね。すごいよな。そう、ほんとすごい。高輪ゲートウェイできると思わなかったな。そうですね。できちゃうんだ。ちょっと、一旦ブレイクしましょう。Stay Night Dreamer。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.je/dreamer. Stay Night Dreamer. しこがれのしこがれちんぼがほら
辛抱だ。舌を出して、笑ってら。ああ、めちゃくちゃ見るな。しこがれろ。俺らめっちゃ見るな。辛抱だ。目合うな。それライブバージョン。舌を出して、笑ってら。じゃないですよ。辛抱。ラジオネーム朝方人間。FM宮崎。有吉さん、日本統一をアマゾンで調べてみたんですが、ほぼ一緒のメンバーでキングダムという作品もありました。これは漫画、キングダムの実写化なんですね。違う。統一。キングダム。キングダム。ドンになった男。もうね、メンバーはね、100% 一緒。マジかよ。元宮康和さん、小沢仁志さん。一緒だ。伊吹小沢和義さん。山口義すごい。完全に一緒。同時進行で撮ってんじゃないか。日本統一とキングダム。すごい。小沢仁志、カッコ。なんだろう、これ。小沢仁志、カッコ。英語で、オザワって書いてある。矢沢みたい。矢沢みたいな。いや、これ多分内容一緒だと思うな。またぜひね、皆さん見て。そうですね。ニュース1本言っておきますか。はい。続いてはこのニュース。ロシア警察、バットモービルを押収。アメコミヒーローバットマンの愛車バットモービルがロシアで違法車両として検挙され警察当局に押収されました。路上を走行していたバットモービルが警察に呼び止められ職務質問を受けた際ナンバープレートが取り付けられていなかったことが発覚し交通違反として車両は警察に押収されたそうです。うーん、まあ、趣味で乗ってたんだろうな。うん、多分ね。だってロシアなんてだってふざけたら捕まるんだろ。いろんなイメージありますよね。怖いイメージあるもんね、はい、プーチンのイメージ、はい、なんかめちゃくちゃ怖いイメージ。笑ってたら捕まるぐらいのイメージだけど。確かにそれぐらい厳しそうなイメージありますね。そんなところでバットモービルなんて乗ってたらそれはダメだろう。勇気あります、ね、怖ないよ女の。やっぱ次の日プーチンが乗ってたりして気に入ってたみたい。気に入ってたみたい。意外と。ああみたいな。あれ俺のだけど。やばすぎるでしょ。やばいですよ。コーナー行きましょうかね。はい、町の賢者です。あなたブルーシータワンカッパーダンボーラーが町の賢者となったようなおし、いろんな人にアドバイスを送ってもらっています。ラジオネーム三平。女子アナのケツに付着していた糸くずを払ってあげただけのミノモンタ氏が文藝春秋のインタビューで昨今のタレントについてお得意の積極調で長々と語っていました。本当の喋りにはね、的緩急が必要なんですよ。ですが最近は機関銃のように言葉をまくし立ててそれをぶつけ合うのが主流になってしまった。例えばバラエティのタレントさんは昔からいるけれど、タレントの元々の意味は能力や才能ですよね。最近は踊ったり騒いだり規制を上げたりするだけでピエロにもなれない。似ているようで全く違う。最近のタレントさんは喋りで相手を笑わせたり驚かせるところまではいけるかもしれないけれど、泣かせることはできるかな。酒井さん、落合さん、はいはい、モンタ先生の金言心のメモ帳に書き留めましたか。モンタ先生はラッパーの真似事をしてヒーヒーと規制を上げたり、鼻からパスタを吸い込んだりするあなたたちのことを心配しておられるのです。隠居したジジイのくせにうるせえなとか、女子アナに痴漢するくらいなら規制上げて踊ってた方がマシだろうとか、おめえの話で泣いたのは思いっきり生電話に電話してきたババアだけだろ。そんな暴言を吐いてはいけません。自分たちが出来損ないのピエロが漏らした名もなき野草であることをしっかりと自覚し、フォロワーが7000人しかいないモンタ先生の公式ツイッターアカウントをフォローしましょう。話はそれからです。言い切られちゃった。厳しいですね。響いたか。おい、響きました。はい。響きました。キセ言ってますよ。ピーシンプルな規制が終わった。ただの規制です。キー親が死にました。どんな泣かせに入ってます。泣かせに入ってます。親父死にました。
私親父死んでるんですね。着せ上げて泣かせるに挑戦してる。ミックスしないでください。むずすぎますチャレンジが着せと泣かせねえったら美濃さんも文句言わないだろう。着せを上げたり人を泣かしたりするねっていう。すごいですね。なるほど。あげとこ。パン。ラジオネーム、サイレント失格。絶世の美女、柏木由紀さんが、今月23日、自身のインスタグラムにて、こんなことを言っていました。インスタグラムできることなら毎日更新を目指したい。けどなかなか難しい。きっとおしゃれな日々を過ごしていたり、顔立ちがおしゃれだったら世界は変わっていただろう。加工なしのカメラでさらっと撮って、絵になる人生歩みたかった。うん、たらればの話はやめようね。かっこ、はい。この投稿に対してファンからは、いやいや可愛いじゃん、お顔立ちが十分おしゃれです、ありのままのユキリン大好きだよ、など励ましの声が届く一方で、そんなこと内容待ちなのが見え見え。自虐する人って本当にめんどくさい。そんなに悩むならインスタやめればいいのに、などと批判的なコメントも多く寄せられていました。はい、まずは柏木の策略にまんまと載せられて、しょんべんくせえ励ましコメントを投稿したやつら、めんどくせえ、めんどくせえ、マックスめんどくせえ。出た。はい、次、柏木の悪口を投稿して批評家を気取っているバカども、めんどくせえ、めんどくせえ、マックスめんどくせえ。マクメンで最後に柏木由紀本人、お前が一番めんどくせえ、めんどくせえ、マックスめんどくせえ。マシンガンズどうだ、おい、全員まとめてマシンガンズの餌食にしてやったぞ。想像を絶するほどの屈辱だろ。いやいや、これに懲りたら二度とくだらねえ投稿するんじゃねえぞ。SNS の掃除やマシンガンズはいつだってお前らを狙っているからね。そんな意味はあんの。やろう、本当に。ラジオネーム、ブラザーフットオブスティール。俳優唐沢俊明がアメリカの人気ドラマ24の日本版リメイクに主演することが決定したらしく、大方の予想通りネットが大好きな人たちからこんなコメントが寄せられていました。まあ見ないかな、どうせこけるだろう、わざわざリメイクせんでいい、本家に泥を塗るだけだし、今からでも遅くないからやめた方がいい。ジャック・バーワーはキーファ・サザーランド以外認めない。はい、皆さん本日も見回りご苦労さんです。漫画、アニメ、ゲーム、アイドル以外に一切興味を示さないと思い、今回はスルーしようと思ってましたが、意外にもあんたたちドラマにもうるさいんですね。まあいろんなもんインプットするのは素晴らしいことですけどね、あなたたちはアウトプットの仕方がほぼ排泄なんですよね。咀嚼も吟味もせずに消化不良の罵詈雑言をクソのごとく垂れ流すしか脳がないんですかね。うんちとアンチはまさに一文字違いの表裏一体。皮脂まみれのメガネを仕上げながら24時間ひたすらパソコンと睨み合う電脳世界のジャック・バウアー。その調子でこれからも気に入らないことに噛みつきやがれ。お前らよりもっと暇ぶっこいている俺が寝る間も惜しんで監視してるから。すごい戦いや。すげえな。日本統一ですよ。まさにこれは日本統一。見上げときましょう。パン。ラジオネームシドジェットキリュウ。ローランドが自身の YouTube チャンネルで自身の充実したモーニングルーティーンを公開し、朝から聞いたこともない料理アクアパッツァなるものを作ってこう言っていました。ちゃんとしたお皿に盛り付けるとか食事の雰囲気作るのって結構大事で、それこそフライパンそのまま持ってきて菜箸で食べようと思えば食べられるんですけど、しっかり盛り付けしてさあ食事だぞっていう一個の儀式じゃないですけど、そういうのって結構大事で、自分にとってやっぱりいいものを使うといい時間が過ごせる。結局胃に入ったら同じじゃないかっていう人は一回試してみてほしいですね。うるせえな、ごちゃごちゃ長ったらしいこと言いやがって。俺んちの便所虫の方がまだ静かで可愛いもんだな、本当に。まあお前の言い分わかるよ、俺も朝飯だけはちゃんと皿に盛り付けて食べるようにしてるからな。
俺のモーニングルーティーンはな、まず朝一番に起きてしこって、ティッシュに受け止めたザーメンを持ってトイレに直行し、ついでにしょんべんして尿道に残ったザーメンところてんのように押し出すことから始まって、そのまま台所直行して、真っ黒になった鍋でインスタントラーメン作って、一年間愛用してる緑のタヌキの容器に盛り付けて、汁をそこら中に飛び散らかしながらな、ラーメンすすって、ローランドの動画を2倍速で見るのが俺のモーニングルーティーン。お前のように一流の食器に一流の食材使った料理を盛り付けて食べてるわけじゃないけど、それなりに腹は満たせるくらいの金はあるし、彼女代わりに便所虫と、米に住み着いたカブトムシみたいな虫たちがいるから、何も寂しくなんてないし、割と楽しめてる。お前も高いところに登り詰めちまって、俺みたいな下の人間を見下ろすぐらいしかできなくなっちまったかもしれねえけど、たまには下の人間の意見も聞いて、自分の生活に取り入れてみたら意外と新しい発見があるかもしれねえぞ。さあ、分かったなら俺の意見取り入れる、ボトムアップをして、朝一番に履いてるズボンをボトムダウンして、思いっきりしこってみようぜ。悲しいよ。悲しすぎるよ。あげるよ。悲しいから。パン。ローランドって、あんま知らない。ホストの人なの？そうですよね。一回も仕事になったことないな。本当ですか？ありそうですけどね、うん。そうなんだ。かっこいいってこと？かっこいいっていうこと？白崎仁くんとは違うの？もうちょっとなんか。名言みたいな。うん、名言とか。刺さる名言とか。なるほど、なるほど。言うタイプの人。そうか。刺さる名言ね。例えば。しこってばっかじゃ子供できねえぜみたいな。まあまあちょっとローランドさん言うそんな感じじゃないな。うん、そうじゃないです。ラジオネームサイレント失格。俺の精子を華麗に奪っていく大泥棒田中みな実さんが今月24日の目覚ましテレビに出演をし、番組レギュラーのカルベと対談をしていました。昨年発売した写真集を読んだカルベから。必ず見られている、撮られている、それを意識しているなっていう感じがしたという感想を伝えられると、いや、なんなら お家の中でもいつも見られても大丈夫な状態です、たまに全裸で家事をしていることもあるんですけど、と衝撃の告白。カルベをはじめ多くの視聴者を驚かせていました。おいカルベ、お前何勃起してんだよ。朝っぱらから気持ち悪い顔でニヤニヤ笑いやがってこの野郎。いい年こいたおっさんが20歳、20歳以上も年下の女にたぶらかされてんじゃねえよ。お前も目覚ましテレビの最年長メンバーなんだから、もう少し自覚持って行動しろ。え？俺か？俺は当然しこったに決まってんだろ。朝からいい釣りネタ提供してもらえて大満足だよ。目覚ましテレビさん、来週は女子アナのパンチラあたり一丁よろしくお願いします。流れるわけないだろう。以上です。さあ、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーあっという間に1時間が経とうとしますが、いやいや、え、はい、サザエさんですよね。読んでるの。ちょっとまたお兄さんが、またお兄さんまたお腹が、お腹が痛いみたいな。ちょっと、いやもうエンディングですけど、やばいじゃん最後。やばいわ。僕ら2人でそういうことになりそうですね、間に合わないんじゃない。いやまあまあしょうがないですよね、でも体調悪いということです、はい。アプリをダウンロードして番組のホームページが見られる JFN パークアシスタントのアフタートークも聞きます、はい、我々がやってます、はい、やってますのでよろしくお願いいたします、はい、先週なんかはなんかファッショントーク、ファッションのトークとかね、してみたりとか面白いやつが聞けますんで。面白いやつ、はい、やるぞ。なんとか、ああ危ない、よかった、なんとか間に合いました、皆さんよかった、到着しました、いや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 、やっぱりここは有吉さんに締めていただかないと。俺が日本統一で好きなこと一つ、はい、相川翔さんがね、関東のヤクザの大事な組長の役をしてるんだけど、はい、スケジュールが忙しいのかどうかは知らないんだけど、はい、めっちゃ捕まる。出なくていいように。すっげえドラマみたいな。すげえ構想が激化しててさ、うわ、これはもうそろそろ関東の相川さんの組も大変なことになるぞって言ったら、また親父は捕まりました。え？また刑務所入ってんじゃん。戦わねえな、すぐ刑務所で面会のシーンしかないんだけどっていうさ、相川翔さんほとんど捕まってる。
ケジュールがなかなか難しいのかな。ストーリーのせいだと思いますよ。そんなスケジュールのせいじゃないと思うんですよ。ストーリー上、ストーリー上そうです。今トイレから帰ってきて、ああ、はい。ラジオネーム黒羊 FM 群馬、有吉さん、ハゲタカ、正確にはハゲワシの肉ですね。ハゲワシの肉は毒性はありませんが、農薬や毒性の物質を摂取したハゲワシの肉を食べた人が中毒症状を起こしたことがあるそうです。もしかして中毒なんじゃないですか。ちょっともう俺だ、ハゲワシの唐辛子煮込み、ハゲワシの唐辛子煮込みの、あのレアのやつ、いやダメですよ、よく焼いてくださいって。そうしてハゲワシは皆さんハゲワシ食べる際ぜひ注意していただきたい。一部の地域の方、この時間でお別れ、また来週も聞いてください。お相手有吉弘行とアルコ&ピース酒井とグリーンピース落合でした。この後も聞ける方引き続き。2020年3月29日日曜日、時刻は夜9時を回りました。この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行です。はい、今月のアシスタントはアルコ&ピース酒井健太とグリーンピース落合です。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、サンデーナイトドリーマーでございます。これなんだっけな、ジェットストリームが福山雅治さんに変わったという、新機長になった。なんか聞いたことあるような感じすんだよね、うん、だけどよく分かってないんだよな。初代ナレーターの城達也さんが1967年から始めて、その後どん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 いろんな人が、伊武雅刀さんやってる、大沢たかおさんやってて、今回福山雅治さん、なんかあれだよね、なんか夜のジェットストリームみたいなやつだよね、うん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 、なんとなくそんな感じっていうのしますね。あれなんか詩の朗読かなんかですか、なんそんなこともないですか、なんかよくわかんないんだけど、はい、なんかしっとりしたやつだよね。そうですね、ジェットストリームやりたいな。しっとり。あ、そうですね。私のそそり立つ人望が彼女の三つ壺の中へとぬめりぬめりとねじり込め、ねじり込んでいったのだ。ああ、ああ。彼女はこの世のものとは思えない声を上げ、私は。一流の剣道の達人のような声を出す。え、台本あります？何、ジェットスリームそんなんじゃないですか。観音ラジオになってました。読み聞かせみたいになってました。そんなんじゃないよ。ちょっと多分イメージと違うと思いますね。そんなんじゃないですね。随分滑らかに読んでました。新機長だから違うのか、旅のこととかか。ああ、まあそうなんで、あの、ね、世界の車窓みたいな感じかな。だから真ん中雰囲気の感じ、一人目のもしかしたら。そうですね、いいね、こういうなんかすごい続くといい、続いてんのいいね、やっぱね。うん、なるほど、という感じですかね、うん、あとは何かありますか。ちょっとメールもフリーで今日はいただいてますよ、はい、家もなかなか出にくいでしょうからね、うん、そうそうね。あ、ラジオネームね、もんやし小沢仁さんですが、かっこ、あの、英語表記で小沢っていう名義の時は監督と脚本をする時の名前らしいです。あ、なるほど、なるほど、監督脚本するときはオザワとやってんだ。はあ。オザワよろしくどうぞ。やざるなそれを。やざる。ラジオネーム論より証拠の大ライス。アマゾンにあるキングダムのレビューを見たんですが、星5つが 81%、星4つが 19% と称賛の嵐です。すごいな。あんまり言いたくないのですが、射程による忖度レビュー。いや、好きな人しか見ないからね、人気映画ってな。そうです、特に V シネ系になるとね。だからいいんだよ、それで。完璧なレビューですね。ラジオネーム唐沢貴博 FM コーチ、日本統一のレビューを見たらパート24だけ異常に評価が低いです。えー、これはなぜでしょう。気になるな、気になるな。
いや、ついに役者さんがいなくなって監督、普通のおじさんがいっぱい出てんじゃない。ここだけちょっとスケジュール。それかもうみんな刑務所入ってんじゃない。みんな刑務所入っちゃって、面会のシーンしかないんだよね。すごい、興味が湧くな。4。逆にですよね。あとはもう春だと思ってたら急に寒いしな、なんだかんだね、ちょっと困っちゃいますけどもね、なんか全然なんかこうパッと外出て何かしたとかがないから特に話すようなこともないんだけど、どう最近なんかおすすめの漫画とか映画とかないの？まあ俺はもう日本統一紹介してる。今ちょっとまあ僕のヒーローアカデミアの新しいシーズンで、そうなんですね、はいはい、あんまりなんか、はい、暇なくせに何にもやってないっていう評判あるんだけど2人とも。僕はアマゾンプライムで無理やり言うんですけど、ウエストワールドっていう、ウエストワールドっていうなんか未来、近未来の話なんですけど、人工知能で、本当の人間みたいなところをディズニーランドみたいに作るんですよ、そこに人間が行って何でも好き勝手やっていいって欲望をこう解放していいっていうのは、何でもできるってこと、何でもできる、殺すのもいいし、まあ、そういう女性関係もいいし、みたいなのがちょっと面白かったです。でそれのなんかこうネタバレがあれかもしれないですけど、あれ俺人間かみたいな、ロボットかみたいなのもちょっとあったりして、結構入り組んでて面白い。シーズン1だけ見終わったんですけど結構面白い。結構激しいじゃん。激しいです、ね、めちゃめちゃやるんだ。じゃあもうバンバン人殺しとかいうのも、そういうのもいますね。女性の裸出てくる？女性の裸が意外と出てこない。いやいやいや、ダメです。なんだよなそれ。出てきそうですけどね、めっちゃ。そうだから、でも出てくるんですけど、なんかこうエロい感じ出てくるんじゃなくて、当然の裸みたいな、ロボットとしてこう整備されてる裸みたいな。ああ、なんであんまりこうエロい気持ち、富永愛ですみたいな感じ。そうです。あ、これモデルの仕事なんでエロくないですよみたいな。奈良尾ですみたいな感じで、ね、恥ずかしさゼロみたいなっていう。ただその設定がすごい凝ってて、そうね、ちょっとにあれ人間かみたいなのがあったりして面白いですね。ウエスポンワールド違います。ウエスポン、ウエストワールド、ウエストワールド、はい、おすすめです。酒井さんちょっとなんかないですか？もう最近がやっぱもう全然見てないんだよ毎回。何にも見てないよ漫画。何にも、何にもマジで何にもしてないんじゃない？何してね、マジで体罰ってんじゃない？家で飛んでるからずっと。吸ってないですって俺本当に。やめてください、これ言われんすよ、なんかスタッフさんとか薬やってんのとか言って。言ってないですよ。おかしいじゃんな。そうですね、家にいますよっていうのにさ、家で何やってんのって言ったらさ、もんご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 もん。確実に飛んでる時間が。YouTube とかだから見ますよ。YouTube 見てる。はい、YouTube とか今見てる。何の YouTube 見てる？やれよお前早く席取るし。なんか言ってましたね。タイムマシンの席と一緒に YouTube あるから。そうですね、それもありましたね。ちょっとやんなきゃな、それも。YouTube 何見てんの？何をおすすめなの？なんか、ただ魚さばくやつとか。ああ、ああ、やつね。はい。そんなずっと見てますね。ホットサンド作るやつで、何でも焼くやつとか。ああ。ラーメン二郎を作ってみたみたいなとか、もう。もう飯ばっかり見てる。飯ばっかり見てますね。ちょっと一回ブレイクしましょう。4月3日金曜までの平日毎日、各ワイド番組内でギフトをご用意。 FM ヘッドラインは佐藤のご飯、新潟県産新之助、ごっちゃは魚食、腰の黄金豚ロースト、越後豊浦牛もも肉。昼のワイド番組ではまるちゃん食った醤油味、サウンドスプラッシュはキリンビール本キリンをプレゼント。みんなで分けるもよし、家族での団らんのひとときに、日頃の手間を少しでも軽く、そんな思いを込めたギフトをご用意。実施期間中は各番組であなたからのギフトソングのリクエストやメッセージを募集しています。詳しくは FM 新潟 .com のホームページをチェック。じゃあ次行きましょう。バッドガイ聞いてください。おじゃかポン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 ポロポコンコチョンドロポン、ベリベスベリ歌ってました。おじゃんかポン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 
マラブソルトじゃん。何言ってんだおい出てきた聞こえないぞなんでコンサート来たのに全然聞こえないじゃないか俺の方が声出てるぞおしょうこぼんぼんおしょうこぼんぼんおしょうこぼんぼんだだじゃねえんだよ Dreamer Live on air まあ、サッカーはずっと見ているということで、はい、俺もでもはっきり言ってホットサンドメーカーで何でも焼いてみたのやつ見てさ、俺ホットサンドメーカー買ったからめっちゃ影響されてるラジオネームナナシカラシレンコン福島 FM 太田プロの月わらのライブね、月わらのアプリがあった時、はい、レビューを書いていたのは私だけだったのでずっと星5つでした人気なさすぎるだろ。ありがとうございます。からなしからしれんこんしかレビュー書いてくれてなかったんだよ。ありがてえな。面白いね。今どうなの？太田プロライブで人気あるの誰なの？もうさ、だってあることか、タイムマシンとかもバチバチには出てない。ね、ゲストとして出てる、はいはい。はい。冗談青七天杯とかしてる。冗談青七天杯、はい。はい。なんかこう、ちょっとこう優しい雰囲気で毒のある漫才ですと、うん、あと冗談、青色1号も青色1号ね、あトリオの、ね、トリオ、ね、はい、もう人気ありますね。まだなかなか大変だそうですね、そうですね、まだまだなかなか時間かかりそう、はい、冬の時代が続くかもしれない。まあ宮下草薙出たからね、十分だよな、はい、その人気ありますか。宮下草薙が続いてはキュンキュンですね。私あれしかキュンとするようなメールを募集しておりますけども、いい加減してほしいですちょっと一回もうなくしてもいいかなと思ったんです。これあんまりキュンとしないような感じになるね。なるほど、そうですね。ラジオネーム夜嫌いの夜行性。高畑充希に急に土手に呼び出され、全く身に覚えのない言いがかりをつけられ、有無を言わさず馬乗りでボッコボコにぶん殴られた後、息を切らしながらあの笑顔で一言、ねえ今日ケンタッキーにしないって言われ、ギャップ萌えでウレションしたいギャッとしないよ、ね、ベテランじゃん。もう中年のセックス遊びじゃんそうなんですか。中年のセックス遊びって何謎の言葉が。ラジオネームバールが、浜辺美波ちゃんが俺がかけているメガネのレンズを指先で触れ、指紋をつけるいたずらを楽しそうにしてきたので、やめろよと言いながら防ごうとして伸ばした手が偶然おっぱいに触れてしまう。お互いおっぱいに触れたことは気づいているが、気まずい雰囲気にはならぬようしれっとした空気を出しながら、ラムネの瓶についた水滴を指でなぞりたい必死に描写してるから、ね、そうですね。キュンにしようとします。ラムネの瓶についた水滴指でなぞりたいなんてさ、もうこんなのもうピンク映画だな。まあ頑張ってくれてるか。ラジオネームサイレント失格。菜の花畑でこういうのディテールさ、こういうのだけ頑張ってる気にしてさ、内容が伴ってないんだよな。菜の花畑で松岡真由ちゃんと追いかけっこをしている俺、しかし楽しさのあまり夢中になりすぎた俺は転んで膝をすりむいてしまった。すると真由ちゃんが近づいてきて、大丈夫だよそんな怪我、しょんべんかけとけば治るよって言って、俺の傷口にジョボ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 しょんべんをかけてきた。俺はすかさず、こりゃ怪我の巧妙ならぬ怪我の放尿だなとうまいことを言って、まゆちゃんに一目置かれた。キュッとするわけねえ。もう熟年のもうセックス遊びだからそうなんですよ、言っとくけど、こんなの。そう、おじさんとおばさんでウグイス谷のラブホテルでやってんだろ、このモンペのモンペの学生の感じで、ラジオネームバーバートラップ。浜辺美波と花火大会に来た俺、射的やたこ焼きかき氷などの屋台を楽しんでいると花火が打ち上がった。この言葉だけでは頑張ってんの必死に。俺は気持ちをぶつけるなら今日しかないと思い、勇気を出して告白するが、
花火の音にかき消されてしまった、うん、浜辺美波は俺の気持ちを察したらしく顔を少し明らめながら聞き取れなかったからもう一度言ってと言ってきたので俺のかき氷に南ちゃんのしょんべんかけてくださいと叫び惜しかったそうですね、もうちょっとだった、もうちょっとだったな、辛抱聞かないねこいつは、ね、ラジオネーム西のスイカ、選抜甲子園に出られなかったまあ、そうですね、ヒュン案件ですね甲子園は。俺はへこんでいたが俺以上にマネージャーである浜辺美波が落ち込んでいた俺は浜辺美波にごめんな甲子園に連れて行けなくてと言うと浜辺美波は涙を拭いながらうんうんいいのだってまだ夏があるから夏に甲子園連れてってくれると聞いてきた。俺は無言のまま練習場へと駆け出しボール拾いを一生懸命頑張りたい。ボール拾いのくせにボール拾いのやつが甲子園連れていけねえよ、関係ないからしねえよこんなの古すぎて一回にしろよ昭和で止まってんのお前バカ野郎ねえラジオネーム、うん、ポジサイド、期末テストを翌日に控えたある日幼なじみで隣のクラスの橋本環奈があのさ授業のノート貸してくんねえと頼みに来た。俺はしょうがねえな、後で取りに来いよと返事してノートの全ページの角に徐々に勃起していくチンポいわゆるチンパラ漫画を書き込み放課後に取りに来たカンナにノートを渡す。翌朝学校の俺の机にはカンナに貸したノートが置かれていたので中を見ると俺のチンパラ漫画のチンポはピノキオの顔として修正されていた。怒りをこらえながらも最後のページまで見てみるとピノキオの鼻はマックスまで伸び飛び散った精子で大嫌いと書かれていた。俺は隣のクラスに飛び込みカンナに向かって絶対もうノート貸してやんないカンナと言いながら鼻が伸びるジェスチャー決めたい。キュンの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 ダメです。いい加減してください本当に。いやマジでシチュエーションだけ学校だったり祭りだったりするだけじゃないかよ。おじさんが考えたキュンですね。おじさんのそうっすね。日記、皆さんの日記覗き見。ラジオネームイーグル、一人でカラオケ行って熱唱してたら部屋を間違えた女がいきなり入ってきて臭と言ってどっか行った。せめて歌の感想を言ってほしかった。ラジオネームバールが、人生初の直腸検査にめちゃくちゃ緊張して挑んだけどすんなり終わった。指が入った感覚はなかったけどちゃんと検査してくれたか不安。そんなもんで。ラジオネームキツネ目の高坊、ハードオフで中古のプレステ4を買った。なんか安いなぁと思ってよく見たらプレステ2だった。ソフトどこにも売っていない。そうだ大変だろ。おかしい、どこからやったよ。そんな似てないし。ラジオネームハリケーンミキサブロー、ちくわを指にはめて食べていたら指を噛んで痛かった。人として終わった気がした。知らないよ。ラジオネームデボンキ、バイトの先輩に女の子と喋りに風俗行くんですよねと言ったら
みっともないからやめた方がいいよと言われた。少しムカついたけど、俺よりブサイクのやつだから無視した。風俗行くのにカッコつけの必要ないのよ。まあちょっと女と喋り行くんですよ、風俗。いや、カッコ悪いよ。ダサいですね。ラジオネームバールが。風俗で、全集中、射精の構えと言ったら、ああ、市原隼人さんと言われた。確かになと思った。鬼滅の刃だと思ったんだけどな。市原隼人も言いそうだよ、確かにな。ラジオにもお前って呼んでいいよ。近年、可愛いという基準がおかしくなり、小沢ひとしまでやんちゃで可愛いなと思うようになってしまった。私は大病院に行った方がいいのかもしれない。わからんでもないけどな。小沢さん。いや、でも顔見たら怖いだけだよ。ラジオネーム三平。使用済みの割り箸を有効活用する方法を熟考した結果、水で洗って何回も使うに落ち着いた。発想力が欲しい。ラジオネーム三平。すぐ泣く人間はすぐブチ切れる。小学生の頃から知っていることなのに、泣いている人を見るといい人だと思ってしまう。人間は不思議だ。本当だな。以上です。Slay Night Dreamer Live on air。さあ、メールテーマ今日はフリーでやってますけどもね、まあ日本統一のことが多いんですけどもね、ラジオネームロッキンロード FM へ、日本統一24の評価が異常に低い理由ですが、どうやら全国規模の大抗争が終わった直後の回だったため、ちょっと面白みに欠ける回だったらしいと。エピソード23までの大抗争のシーンでお金を使ってしまったため、幹部会議で幹部が座っている椅子がパイプ椅子だったりと、金のなさが露呈してしまった回だったのもレビューが低い理由だと思う。そうなんだ。俺そんな回の方が好きなんだよね。仁義なき戦いとかでもおじさんたちが会議してるシーンが好きだから、抗争のシーンあんまり好きじゃないから、俺にはいいかもな。24ラジオにも朝方人間 FM 宮崎。酒井さんが日本統一に出演するならどんな役がいいですか？日本統一、もうどうせ売人だろ、売人で、そうですね、捕まって、いやいやいや、もうちょいなんか上のやつやりたいです。上がいいの？はい、若頭みたいなやつ。若頭なんて一番いい役やから、はい、若頭やりたいですね。いや、お前もどうせ売人であれだよな、自分もシャブ打ってて組長に、お前これシャブに混ぜ物したの誰だっつってつでバーンって殺されて、ね、されるんじゃないですか。で警察にチン殺してさ、みんなから仲間バカにされる。最悪。弱い。それを逆恨みして組長を狙いに行くって。傘で、傘かい。傘で行くんすか俺。銃とかじゃなくて、ちょっと殺せると思っちゃって傘で。唐沢孝弘 FM コーチ。僕は今アークというゲームにハマってます。舞台は無人島でバカみたいに恐竜が出てきます。その辺にあるものを採集して武器を作って、それで恐竜を倒すと、仲間になってそいつに乗って無人島を散歩するというゲームです。へえ、まあ、あるね、なんかね、こう島作り系の。ラジオの楓 FM 静岡 FM。 コロナの影響でほとんど家で過ごしてますが、そのお供に集まれ動物の森やってます。島の名前はアリコロリン島です。アリスさんやられませんか？俺動物の森結構やってる方だと思うんだけど、いい年して、はい、今回はちょっとやってないな。もう今ドラクエウォーク、まあ家でやってたりとか、クラッシュロワイヤルやってるし。クラロワ、はい、やってる動物の森あんまり。いや、あれってな、どうぞ俺最初の頃結構夢中でやるんだけど、そうそう、ね、後半ぐらいになるとさ、結構やることなくなっちゃってさ、ね、結構なんかルーティーンっていうか、うん、作業になっちゃって、作業になっちゃいますね。うわ、ん、ぁ、うん、
喋り方がそれうまいっす、うまいっすね。なんて言ってんだろう。はいはいっていうのは聞けましたけど、はいは聞こえました。首のもなか、これも練習。チンコなんとか、チンコなんとかって言ってんな。チンコから生まれましたか。チンコから生まれましたか。チンコよく洗いましたか。チンコはよく洗いましたか。洗いました。はいはい、じゃあパンツ脱いで待っててください。パンツ脱いで待っててください。はい、パンツ脱いで待っててください。あるんですね、動物の森で。あるんですか。もう風俗エッチのお店。タイマー回しますね。タイマー回します。あ、もう行為が始まるな。ちょっと待って、事務所に電話していいですか。あ、事務所に、はい、電話して。はい、じゃあ始めます。もう一回やってみようかな。何動物の森じゃないですか。偽物の中国製のテリエルの森。楽しそう。テリエルの楽しそうだ。森にいろんなテリエルの全員野外プレーになっちゃう。早くいきます。福山雅治で桜坂。東京半蔵門 JFN スタジオから有吉弘行とアルコ&ピース酒井健太とグリーンピース落合がお送りしています。はい、ラジオネームプラダを着たカズマ FM 岩手。デリヘルの森の住人さん、60分コースはいくらですか？ブドウ3個。ブドウ3個。ブドウ3個。あ、ブドウ、そこはその世界観なんだ。いや、安いなぁ。その世界観。ラジオネーム、リオネルタッチ。有吉さん、梨3つで本番 OK ですか？木のテーブルもつけるんで、清掃もお願いします。はい、ポケる。大きなお金を、梨3つで。怒られますよ、店長に。はい、OK。安いなぁ。店長みんな一緒です。次回からね、店とお話に、私に直接電話してください。ちょっとわかんねえんだよ。直接かよ。私に直接電話してください。やべえ、なんだ。やべえデリだ。やべえデリ嬢。一回言うしろよ。俺じゃない。二種類大喜利。最初に思いついた回答とよく考えた回答を書いてもらっております。今日のお題はね、ベテラン芸人がよくやる失敗は、ベテラン芸人がよくやる失敗は、はい、お茶い高い、割り勘。失敗だね。失敗。ラジオネームデボンキ。お笑い芸人がよくやる失敗とは、最初に思いついた回答、オチで噛んじゃう。熟考した回答、舞台でオナニーしちゃう。どっちも、どっちも同じくらいだろ、レベル。よく考えよ、もっと。最初に思いついた回答から進んでないだろ。ラジオネーム、青2歳。ベテラン芸人がよくやる失敗。すぐ思いついた答え。偉そうにする。熟考した答え、ツッコミに痰が絡む。あんまりだから熟考が弱いよお前ら。そもそもの、すぐ思いついた方が普通だし、ゆっくり考えても弱いしっていう。何周もしちゃうからね、分かんなくなるんだよな。そうか。ラジオネームブラザーフットオブスティール。ベテラン芸人がよくやる失敗。最初の回答、水曜日と木曜日を間違える。熟考。世界不思議発見に時々出演するが、めちゃくちゃバカなので、一文字も回答が浮かばない。一文字。まあまあ、いいですね。まあまあ、考えたら。最初の水曜日と木曜日間違えるってなんで？全く意味がわからない。ラジオネーム、代打俺。一番最初、あ、お題、ベテラン芸人がよくやる失敗。一番最初に思いついた回答。黒い交際。あ、まあ、ありがちだな。
熟考した回答。LINE スタンプだけでの会話。ああ。そうなんだ、ね。熟考がやっぱ難しくなってくるな、こうなってくる。差が難しくなる。すぐ思いついた方がなんか、何でも許されるっちゃ何でも許されるからな。ラジオネーム、バイオレット・タカシ。ベテラン芸人がよくやる失敗。最初に思いついた回答。ケツキックされてうんこ漏れちゃう。すごい。よく出たな。最初すごい。熟考した回答。波動拳食べちゃう。面白いですね。あげようか。波動拳食べちゃう。波動拳食べちゃう。まあよく考えてね。ラジオネーム、大志。ベテラン芸人がよくやる失敗。最初の答え。おしっこを漏らす。ああ、まあそんなもんだよな。ね、そうだよ、そうだよ、はい。こんなもんだと思う。正直だと思うよ。うん、熟考した答え。話のオチの部分で、ワントーン、声が高くなる。技術的すぎるだろう。ラジオネーム、ポジサイド。ベテラン芸人がよくやる失敗。すぐ考えたやつ。最初の答え。熱湯風呂が心地よくて寝ちゃう。熟考した答え。メンバーが死んだことを忘れて、誰もいない空間に、なんでやねんと振る。悲しいな。どっちも悲しいな。もう、ベテラン芸人っていうか、もう、おじいちゃん芸人だよ。おじいちゃんすぎるだろ。ラジオネーム、別れ際ちょっとムキになる。ベテラン芸人がよくやる失敗。最初に思いついた回答。すぐ怒る。最初だな。最初だよ。最初ですね。最初。熟考した回答。しこっている途中でチンポに向かって、もうええわと言い、どこかへ吐けていってしまう。どこ行くんだどこ行くどこ行くんだよ。どこ行くんだよ。あ、いいんじゃない？面白い。あ、開けときましょう。パン。ラジオネーム、ちょっと、分かり際ちょっとムキになる。ベテラン芸人のよくやる失敗。最初に思いついた回答。アイドルグループの区別がつかない。熟考した回答。落とし穴ドッキリで致命傷を負ってしまう。ありそう。調子いいね。調子いい。さっきも面白かったからな。ラジオネーム代打俺。ベテラン芸人がよくやる失敗。一番最初に思いついた回答。ボタンの掛け違い。熟考した回答。空き巣に入られる。あるな。ベテラン芸人って、事件巻き込まれる。ありますね。で、久々に見るっていう。そうですね。あの人どうして話してんだろうみたいな人が、ね。事件でたまにされて。あるなぁ。なんとかさんが。なんとか師匠が地鎮祭に行かれてる時にですね、空き巣に入られるという。地鎮祭とか参加してんだな。近所の地鎮祭参加してる。あるなぁ。近所の人と付き合いしっかりしてんだな。ラジオネーム、豆腐小僧。ベテラン芸人がよくやる失敗。最初の回答。ピンマイクを食べてしまう。よしもないもん。そりゃそうだよね。そりゃそうですよ。そうなるんですよ。そうなるんです。熟考した回答。楽屋で後輩にペットボトルを投げつけて、事務所を解雇される。これ、木下さんですよ。ラジオネーム、ノンフィクション厚み。ベテラン芸人がよくやる失敗。最初に思いついた答え。話を聞いてなかったという、安直なおとぼけに逃げる。よく出たな。熟考した答え。体調面の笑えない理由で会話が噛み合わない。大学のお笑いサークルかい。か答え方が。ラジオネーム、ごまかしフィーバー。ベテラン芸人がよくやる失敗。初めに思いついた回答。遅刻。うわぁ。一番初めかもしれないですね。一瞬で考えましたね。こ
普通は、まあ、遅刻で、あ、そんなわけないよね。考えるんだけど、芸人によってはこれ出してくるからね。バーン遅刻っつって。ない話じゃないのよ。ベテラン芸人がよくやる失敗。熟考した回答。楽屋のお菓子全部食べて太っちゃう。どっちも。ちなみに熟考しろよ、ね、2回ぐらいしか考えてないだろ。遅刻から2個ぐらいしか変化してないよ。ラジオネーム、ハトコは授乳中。ベテラン芸人がよくやる失敗とは、一番最初に思いついた回答。インスタグラムにチンコを載せる。熟考した回答。ぬるぬるローション階段に挑み、五臓六腑全部破裂。そうすぎるな。おじいちゃんを、おじいちゃんを想像してるか、ね、中堅ぐらいを想像してるかとか、いろいろね、大御所とかいろいろ。その辺の、やっぱりみんなの違いも面白いですけどね。ラジオネーム代打俺。ベテラン芸人がよくやる失敗。一番最初に思いついた回答。モノマネのレパートリーが少ない。熟考した回答。アドリブに弱い。これはヘッドランゲームじゃなくてダメな師匠なの。これどっちもダメだ。以上。次回のお題はどうしようかな。次回のお題は、これにしようか。大食いチャンピオンが日々大切にしていることは、大食いチャンピオンが日々大切にしていることはにしましょう。うん、以上です。Slay Night Dreamer Live on air。 一番好きな洋楽何？エミネムとか。あ、そうですか、すごい。ちょっと待って、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 やろうかな、やっぱラップ。ちょっと今のやばいっすね。実力がありすぎて。そう。上げてたな、完全に。この前、バッドホップ、はい、川崎の出身のバッドホップ、はい、チラッと一緒になったけど、はい、すごいな、入れ墨とか。おっかないなぁ。すごいっすね。もう首とか。もう外国だな、あれ。あれは外国のギャングだもんな。そうっすね。そっちのやっぱ憧れとか多分強いんじゃないですか、ね。あれ見ると酒井全然違うじゃんと思う。日本統一の T シャツ着てるだけだよ、多分。日本統一のファンの人だもん、多分。そうっすね。ラッパーでも何でもないよ。バトンとはちょっと違うラインにありますけど。変えます、変えます。ネタ決めゼルフ、小説、歌、いろんなもの変えてもらっております。ラジオネーム、カンパチ太郎。100人乗っても大丈夫、稲葉物置 CM 変えます。アナルに入れてよ焼き豆腐。どういう状況見せる気ないから、ね。ラジオネームサイレント失格、ペコパの松陰寺の時を戻そうを変えます。うん、オナニーの後は水分を取ろう。元気ないですね。なんで？ラジオネーム、大道快速。篠田麻里子の言葉を書いて。篠田麻里子。潰すつもりで来てください。うん、こんなの、覚えてんの？篠田麻里子が、ね、選挙の時でしょ？潰すつもりで来てください。変えます。しこっても風俗に来てください。上の、S 上のお言葉。ラジオネーム。どうしようかな。あ、これ。いや、こんなの、誰が覚えてんの。ラジオネーム、インドカレー。アウトレイジ、ビートたけしの名台詞。あ、木村、もういいよ、帰ろう。どこ、どこ、どこ帰ってんだよ。
ケは、もうよかろう。あったあったけど。今買います。アナルに、サラダ油塗りたくろ。どこ抜き取って何に変えてんだよ全然じゃん何も変わんない抜いたセリフのところはいいけどなそうですねそこかっていうのがありましたよ、ね、あげよあげとくわパン腹立つな今のでもよかったなラジオネーム代打俺林修先生のいつやるか今でしょう買います。熊いるか、いや馬でしょう絶対ちょっとひどすぎるじゃん状況がよく分かるもん、ね、馬でしょう熊いるかってなんの熊いるかいや馬でしょうなんあんた悪いよあげないこんなあるかな面白いのはこれは面白くないな面白くないのをあえて読もうかあえて、はい、ちょっと聞かせてください。よく送ってくれるやつだけど、はい、ちょっとなんかあったの体調悪かったのかな。なるほど。もしかしたらラジオネームハリケーンミキサブロ。水金地下木ドッテン海水金地下木ドッテン海名はないんだよ。水金地下木ドッテン海を変えます。はい、はい。陰気になっとんかい。どうしたんだよ。体調悪いのかよ。何がと体調悪いとしか思えないだろ。元気出してください。元気出してください。ねえ、ラジオネーム、ハンダゴテオ。歌だな。さらりとした梅酒。変えます。あなる見せたチャングンソク。半軍足か梅みたいな結論だしラジオネーム、うん、ハンダゴテオ。私のお墓の前で泣かないでください。気持ちよくなってますよまずそこだけでまずうまいな。買います。駄菓子を買えない人は働いてください。だろうな。その方がいいよ。そうですね。大丈夫。クロートチェリー。明星一平ちゃん、夜店の焼きそば。買えます。ちんちんでっけえな、ガクトと阿部寛。溢れちゃってる文字が。確かにでかそうな二人ではありますね。見たことはないですけども。阿部さんは必然的にでかいってだけだろ、別に。あれ、あの身長ででかいってなったら大変なことなんですよね。割合的に。そうか。そうですね。大きいですもんね。阿部さん単勝ぐらいじゃないと、ちょっと普通の人にはちょっと厳しいじゃん。かなり大きいですもん。うん、ラジオネーム、どうしようかな。ラジオネーム黙るもぐら。トン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 日野の2トン買えます。そうめんやっぱりイボの糸。別の CM 別の CM になっちゃってるちゃんと変えてくれよラジオネームアクセルライダー。さらりとした梅酒買えます。さらりとした五回目の射精。そうだけど。あげよ。パン。木村、もう帰ろう。終わろう。Slay Night Dreamer.Live on air.さあ、リュウシキ3年来とそろそろお別れの時間。今日なんか面白かったな、うんうん、プレゼントはね、
ラジオネームインドカレーにしよっか。アウトレイジの名台詞、金村もういいよ帰ろう。もう帰るやつ。アナルにサラダ油塗りたくろうって。つと、ブラザーフットオブスティールの街の賢者かな。なんかオタクにめちゃめちゃ怒ってたやつ。ジャスティン・ジャック・バウアーのやつ。ブラザーフットオブスティールとインドカレー、じゃあプレゼントなんか差し上げておきましょう。ラジオのピチャウサ FM 鹿児島、有吉さん、先ほど落合さんが紹介してくれていたウエストワールドですが、はい、まさか真田広之さんが武士役で出ています。その勇ましさに小便が漏れるほどの感動をするので、僕からもぜひおすすめです。あ、そうなの。シーズン1では出てきてないかもしれないですね。あ、じゃあシーズン3とかで。すごいね、真田さんって普通にやってるよね。いや、すごいですね。ラジオネームチェコの大砲 FM 栃木、デリヘルの森の店長さん割引イベント増やして。もう細かいよ。え、スタンプ押して。スタンプ押す。10回来たら1回スタートだよ。10回分かりやすくなってきた。だいぶしゃべってる。ラジオネームチェコの大砲 FM 栃木、デリヘルの森の店長さん、なんで最近ヨシコちゃん出勤してないの。結構帰ったよ。シンプルな理由だな。もうちょっと抜けて。ラジオネームおしゃれボーイ FM 栃木、私は去年の9月に買ったテキーラを最近やっと飲み終えました。坂井さん、最近何飲んでいますか。表向きと裏向きを教えてください。いや、もうそんなのはもう本当は何飲む、何が好きなの最近は。好き、酒は普通は基本的にはビールとか、ビールレモンサワーとか、はい。マジは、いや、もう本当にカボム。飲まないです、知らないです。私、いやいや、それは持ってないですから。私は本当に持ってないです。持ってないってなんだよ。なそんなこと聞いてない。所持のことになってる。所持のこと主張し始めたらもう本当にもうやばいぞ。所持してないですって言い始めたらもう完全にそういうことだからね。いや、飲んでないですよ。なら所持してないですか。そういう言い訳なんですよ。ということでございまして、もうお別れなんですけど、まあだからまだちょっと大変だね。だからあんまり外出て遊んでって感じじゃない、当分時間かかりそうですけど、まあなんかラジオ聞いたり、まあさっきのウエストワールドはい、なんかああいうので探してなんとか楽しくやってください。この間に知識貯めるという、まあ、なるほどね、オタクの知識貯めるという、お相手有吉弘行とアルコ&ピース酒井健太とグリーンピース落合でした。というわけでまた来週お会いしましょう。さよなら。